はい、こんにちは、ゆりなずチャンネルです。はい、ついに来週からですね、いよいよ11月アイテムが発売スタートいたします。で、今日もルックブックを撮っていこうと思っています。でね、最近マヌフのお洋服は体型カバーができるっていうね、嬉しいお声がたくさんいただいております。年齢とともに、感じるコンプレックスを解消してファッション楽しんでいただけるアイテムがたくさん揃っています。なので今回のルックブックはちょっといつもと違って、なんか細見えポイントだったり体型カバーができるアイテムをちょっとポイントでご紹介していきたいと思っております。早速いってみましょう。はい、じゃあまずは1体目はアウターです。アウターじゃーん、こちらです。カラー展開は、ネイビーとベージュの2色展開です。ちょっとマニッシュな印象のロングコートになっています。私のおすすめはネイビー。結構カジュアルからきれいめまでね、いろんなシーンにおすすめなコートになっています。はい、ネイビーのパンツと合わせてみました。こんな感じです。丈はそんなに長すぎない、ロングコートで、ウールも入っているので軽くて暖かい冬におすすめのロングコートになっています。もうデザインはシンプルなので飽きのこないデザインで、長く使える1枚になっています。で、こういう袖とかにね、ボタンでちょっとスリット具合を調整できるポイントがあったり、ちょっとしたこだわりポイントです。で、細見えポイントとしてはこの大きな襟で小顔効果もある。で、メルトン素材でシルエットを拾いにくいので、そこも細見えポイントかなと思ってます。はい、シルエットもね、そんなオーバーサイズじゃないのですっきりとした印象で着用していただけます。はい、私はブラックのバッグ合わせてこんな感じで合わせます。で、脱いで次は、はい、ニットです。はい、シャギーニットです。カラー展開は私が着ているアイボリーと、まあ可愛いイエロー、あとは安定のブラックの3色展開です。イエローもね、派手すぎない色で可愛い。ブラックはもう合わせやすいベーシックカラーで、一番のおすすめはアイボリーです。これはね、もう本当に体型カバーにもぴったりな、ゆったりシルエット、お尻はすっぽり隠れる。で、なんと言ってもここの糸ね、シャギーの糸を使ったケーブルニットです。チクチクはないので、ふわふわな、着用感になってます。はい、毛もね、抜けにくいので、なんか毛が抜けるストレスだったりチクチク感が嫌な方にもすごくおすすめなニットになっています。お尻はすっぽり隠れて体型カバーできるけど、身幅的にそんなに大きくないので、印象的にはすっきりと着ていただけるニットになっています。本当に暖かい冬におすすめな、かわいいかわいいふわふわなニットです。はい、で、合わせているパンツは2色展開で、アイボリーと2色で、同じシリーズでトップスと2型展開になります。トップスも同じ、アイボリーとネイビーの2色展開です。柔らかい印象のアイボリーと、ちょっとメンズライクなネイビーの2色展開で、私はネイビーがおすすめです。はい、単体でもおすすめだけど、セットアップがおすすめ。はい、で、ダブルクロスの柔らかい、ちょっと腰のある素材を使っているので、肩のね、なんか丸みが気になる方とかにもおすすめなブラウスになっています。丈感はヒップが隠れるゆったりしたシルエットで、この、アイテムのポイントはステッチが入っているので、縦のラインをすごく強調して着痩せ効果がある、ブラウスとパンツになってます。白いね、ステッチが入っているので、すごくまっすぐ、すごくラインが綺麗に見えるっていう、どちらもすごく細く見えるアイテムです。で、素材もそんなに薄くなくて、ちょっと厚手なので、冬でも、暖かく着ていただける、もうバサッと気軽に羽織感覚でも使えるブラウスと、ちょっとそんなにゆったりせずにストレートなラインのパンツで、サイドに配色が入っています。なので横のシルエットもすごく綺麗。トップスもゆったりしたサイズ感で、ちょっと後ろはね、マヌフらしい丸みシルエットがポイント。
セットアップできたらちょっとメンズライクなんですけど、パンツとか単体で合わせる場合きれいめにも合わせれるのでおすすめなシリーズになってます。はい、で次はスカート。はい、このスカートね、めちゃめちゃ可愛いシルエット。カラー展開がブラックとベージュの2色展開です。私のおすすめはベージュ。はい、ベージュを着替えてきます。で合わせるトップスはこちらのニットです。ニットのカラー展開はベージュとグレーとグリーンの3色展開です。じゃん、グリーンで合わせました。こんな感じです。はい、スカートも可愛い、ニットも可愛い、フリフリ。 でこのスカートの、細見えポイントがこのお腹周りをカバーしてくれるこのベルトデザインと、あとはこのシルエット、素材的に張り感のある素材を、使用しているので、この立体感がすごく可愛いスカートになっているんですけど、結構ボリュームがあったら膨張して見えるかなと思いがちなんですけど、腰周りは意外とすっきり作っているので、前の方に、立体感を強調しているので、すごくウエスト周りはすっきり見える作りになっています。下の方にね、こう立体感があるので細く見えるスカートになっています。で体のラインも結構しっかりした張り感のある素材なので、体のヒップとかね拾いにくいので、すっきりとした印象で着ていただける。で後ろ、ウエストの後ろゴムなので、こうスポッとね履いていただける仕様になっています。履き心地もすごく楽で、軽くてシルエットも崩れにくい、しっかりした、立体的にちょっと特徴のあるね形のスカートになっています。ちょっとねシャリッとした素材もポイントです。でトップス、こちらのニットはもうこれはねスリットです。細見えはスリット、深いスリットが約ウエスト位置まで深めにスリットが入っているので、もうこれだけでもかなりスタイルアップができるニットになっています。アウトで着てもいいし、まあ、インしても着ていただける、そんなに厚手じゃない、素材になってます。もちろんニットのあのチクチク感はないです。マノフのニットはチクチク感はなく、柔らかい着心地になっています。ちょっとねこうミックスされた糸、ちまちました、素材もすごく可愛いニットになってます。はい、私はちょっとブーツと色味合わせてベージュのバッグで合わせてみました。はい、こんな感じです。で次は、はい、こちらコーデュロイのトップスが登場です。カラー展開は、アイボリーとブラウンの2色展開です。はい、で次こちら、もうこれはねめちゃめちゃおすすめのパンツ、なんて言ってもスーパーストレッチと言います。カラー展開はブラックのベージュの2色展開です。今回のルックブックでもたくさん登場してます。私は今回コーデュロイはベージュで合わせました。こんな感じです。はい、コーデュロイはもう見たままです。もうかなりスタイルアップができる、ウエスト周りがねすごく細く見える作りになってます。コーデュロイの素材もそんなにね厚くないので、すっきりと着用していただける。でコーデュロイのなんかガシガシとしたなんか厚みもなく、結構柔らかい着心地なので、硬い何着心地じゃなく、すごく楽な着心地です。膨張もせず結構すっきり見える素材になってます。全体的に、細く見える効果のあるシルエット、特にねもうここねウエストですね。これは前から見ても横から見てもウエストラインが細く見える。でお尻はすっぽり隠れる、ここはねもう絶対ポイント。で次はねパンツ、もこのパンツは本当にすごいの、スーパーストレッチっていうぐらいなので、めちゃめちゃもう履いてないぐらいレギンス感覚で履いていただけるパンツです。ウエストは、ゴムなので履き心地も楽、もう本当に軽くてサラッとした、そんなに厚手じゃない素材なので、もう結構オールシーズン着やすいパンツになっています。もう本当に履き心地が最高すぎて、ぜひねこれはもう履いてほしい、一番おすすめの11月のパンツ。ウエストのねあのギャザーもあの寄せないゴム仕様なので、履き心地もめっちゃ楽で、あとヒップのねシルエットもすごく綺麗に保ってくれる、めちゃめちゃおすすめです。
こんな感じでちょっとねピシッとカチッと合わせてみました。はい、おすすめの細見えスタイリングでした。じゃん、次、はい、ラックが変わりました。じゃじゃん、見えてますね、もう。はい、こちらです。一押しのダウン、先行厄介でも一番ダントツ人気だったマノフのショートダウンがいよいよ11月発売されます。カラー展開はアイボリーとブラックとベージュの3色展開です。私はね、これ一足先にブラックとアイボリーをゲットしました。はい、一番のおすすめはブラック、まあ、ダウンって言ったら一番は、まあ、ブラックかな。で、パンツはさっき履いてたあのスーパーストレッチの色違いのブラック。ちょっとね、上にボリュームがあるときはあえて私はボトムをコンパクトにちょっと細身のねアイテムターンを合わせて細見えするようなバランスで着こなします。何でも合わせやすい、カジュアルなアイテムからきれいめなアイテムから本当に楽だからね。で、このダウンはすごくもちっとした、ね、マシュマロみたいなすごい素材、気持ちいいの本当に。で、袖はあのちょっとリブでね、風が通さないようにこういう感じでリブで、リブ素材になっているので、自転車とかね乗るねママさんたちとかにもすごくおすすめなアイテムです。締めたらこうね、襟の部分がすっぽり、顎ラインもすっきり暖かく着ていただける、まあ、冬におすすめで、そんなに身幅は大きくないのでシルエット的には女性らしいシルエットになってます。でも飛んでくぐらい軽いから、めちゃめちゃ軽い、多分着たらびっくりみんなするはず。めっちゃ軽くて本当に暖かい上質なビクトリアダウンを使っているので、もう真冬一番暖かさでいうとダントツかな、このダウンは。軽さと着心地に感動するはずです、絶対に。はい、で次、はい、来た、これもねめちゃめちゃ可愛いんですよ。私がダウンの中に着てたトップスで、カラー展開がアイボリーと、ベージュとグレーの3色展開です。これね、ここです、ポイントは。わかりますか、中にメッシュがレイヤーされてます。一番のおすすめはアイボリーなので着替えました。さっきあの紹介したステッチのネイビーの色違いのアイボリーで、ちょっと白白オールホワイトで合わせてみました。冬ってなんか白ね着たくなるよね。はい、このトップスはもうポイントはこのメッシュがレイヤーされているトップスです。くっついてます。はい、でこれ、ね、袖がくっついていて、あと襟部分ですね、レイヤーしている風に着用できるアイテムです。こう袖を伸ばしてちょっと見せてきてもいいし、さっきみたいに腕を隠し上げて着ても可愛いトップスになってます。はい、ちょっとね首元クシュッとさせて着るのが可愛い。でマノフのメッシュね、これも同じくストレッチがめちゃめちゃ効いているので、着心地はめちゃめちゃ楽です。サラッとして本当に柔らかい、縦にも横にもストレッチが効いているのですごく楽な着心地です。でニットの部分、トップスの部分もチクチク感もなく、結構しっかりとした素材のトップスになってます。で細見えポイントとしては、アームホールからあの細身の袖の作りになっているので、袖をこう託し上げた時にあの腕がねすごく細く見える効果があります。体型がね気になる場合、全部隠すんではなくて、ちょっとね首とか手首なので部分的にちょっとチュールで肌見せしても、あのすっきり細く見えるポイントになります。そこがねちょっとコツ、ちょっとしたね透け感で肌を見せることで細く見える。で丈感はお尻がすっぽり隠れる丈なので、はい、体型カバーにもぴったりなトップスです。次は何でしょう。はい、ワンピース、マノフのニューニットワンピースです。カラー展開は可愛い可愛い、着やすいね、ちょっとはっきりした色味のオレンジと着やすいブラックの2色展開。私のおすすめはブラックです。はい、もう着心地は最高です。チクチクゼロです。ふわふわな柔らかな素材になってます。ニットの重みとかもないので、着た感じはすごく軽く着用していただけるニットのワンピースになっています。このね胸の部分ファスナーの仕様になってて、袖もちょっと丸みがね、丸みちょっとカックンとした袖になっています。
シルエット的には結構もゆったり着ていただけるけど、オーバーサイズではないので締め付け感もなく本当にゆったり着ていただける、たくさんね食べてしまった時も安心なワンピースです。で、首元ネックもねすごく結構広めに開いているので、顔周りとか首周りとかもすっきり見える。ファスナーの開け具合は調整して着ていただける。で、襟も大きいので小顔効果もあります。キラン、はい、ちょっとねこれぐらい開けた方がね顔がねすっきり細く見える小顔効果があるワンピースです。はい、で次はパンツ、リボンパンツですね。カラー展開は、ちょっとくすみ系のイエローとカーキとブラックの3色展開です。イエローもね可愛いんだ、白いニットとかね合わせてもすごく可愛い、はい、でも私が選んだのはカーキです。はい、で合わせるトップスは、はい、ダンボール素材を使用したショートトップス。カラー展開は使いやすいアイボリーとブラックの2色展開です。私はアイボリーにします。はい、さっきのパンツと着替えてきました。こんな感じです。ショート丈だからすごくねバランスも取りやすいトップス。前はショート丈なのでアウトでも、まあ、タックインでも着やすい丈感で、後ろはちょっと長めになっているのでバランスよく着ていただける、インでもアウトでもどっちでも着やすいダンボールトップス。着心地は、まあ、ダンボール素材を使っているからもちもちで気持ちいい素材になっています。はい、まあ、パンツだけじゃなくてスカートとかにも合わせやすいトップスです。で、パンツのポイントはもうここですね。ちょっと太めの、リボンデザインで、ここがもうお腹周りをねカバーしてくれるっていう、はい、体型カバーにぴったりのパンツです。食べたらねちょっと出るお腹周り気になるもんね。でもここのベルトがあるからこれで安心できるっていう、シルエット的には、まあ、ゆったりしたパンツになっているので体のラインは拾わないし、ウエストのベルトデザインでウエスト位置も高く見えて細見え効果もある、体型カバーにもぴったりなパンツです。タックインとかねインスタイルが苦手な方でもこのパンツだったら抵抗なく着れるんじゃないかな。はい、で次、じゃじゃん、またラクが変わりました。はい、これもねめっちゃ可愛いブラウスなんだ。はい、カラー展開はホワイトとベージュとブラックの3色展開です。私は選んだのは、はい、アイボリーです。じゃん、はい、またまたパンツはスーパーストレッチ、めっちゃ履いてるよ何でも合わせやすい、こういうちょっと甘めなねブラウスでも合わせやすい。シルエット的にはゆったりしているのでウエストとか腰周りのシルエットも拾わずにカバーしてくれる、お尻もすっぽり丈でもサイドにスリットが入っているのでこういう感じでアウトで着てもタックインとしても着やすいアイテムです。で、ネック部分に結構深めに開けているので首とかね長く見せてくれるし、顔周りもすっきり見える細見え効果もあります。で、ポイントはここもうねキャンディーデザイン、キャンディースリーブが可愛い。ここね袖もゴム仕様になっているのでキュッとね上げてちょっとパフ感強くしても可愛いし、ちょっと長めに袖を下ろして着ても可愛い、どっちでも。で、ゴムの締め付け感もないのでお好きなように着ていただける、ちょっとねこう抜いて着ても可愛い。1枚で着てもいいし中にハイネックとかね合わせても、寒くなったら着ていただけます。インナーとしてもニットの、上に、ね、ニットを着ても可愛いトップスです。で、次、はい、こちらもう見た感じめちゃめちゃ体型カバーにぴったりなトップスです。カラー展開はベージュと、ブラックと、はい、ブルー、珍しくブルーを作りました。ブルーもねめちゃめちゃ可愛い、すごくねはっきりしたカラーになってます。私が選んだのはベージュです。いいでしょう。これはねもう素材がめちゃめちゃ可愛くて、もうねクマさんみたいなモコモコしたねブークレ素材使ってます。もうシルエット的にはもうゆったりしている、お尻もヒップもねヒップもちょっと長めにすっぽり隠れるので、もうまさに体型カバーできるアイテムで、あえてちょっとゆったりしたサイズ感なので細身のスーパーストレッチの細身のパンツで合わせた方がバランスよく着ていただけます。で、素材です。これはブークレのね素材、ガシガシしたなんかチクチクのね嫌な
肌触りじゃないのですごくふわふわっとね着心地よく着ていただけるトップスになってます。フードもついて紐もちょっとね太めの長い感じで結んでも垂らしてもどちらでも、まあでもこのねトップスはゆったりこうちょっと細身のパンツで合わせていただいた方がバランスよく着ていただけると思います。でパンツはちょっときれいめにパンプスで合わしました。はい、で次はじゃじゃん、はい、こちらも先行厄介で大好評だった、お布団コートです。カラー展開はブラックとブラウンの2色展開です。私のおすすめはブラックです。はい、なのでブラックを着替えてきます。じゃじゃーん、はい、こんな感じです。パンツはまたまたスーパーストレッチ、はい、もうずっと履いていたいぐらい気持ちいいパンツで、メインはこちらのダウンですね。中綿が入っている、もうめちゃめちゃ暖かいお布団コートと呼んでるぐらいめちゃめちゃ暖かいアウターです。でこれもね襟が結構大きめのデザインにしているので顔周りも小顔効果のあるアウターになっています。でシルエットはコクーンコート、コクーンシルエットで後ろをねちょっと丸みがあるのでマノフらしいシルエットになっているところがポイントです。あとこのね袖にちょっとキュキュってタックがね入っているから袖口もちょっと丸みを帯びたデザインになっています。あとはねこのミックスカラーが可愛いんですよね。ちまちました素材が、はい、きれいめにもスカートでも合わせれるし、ちょっとねきれいめからカジュアルに合わせても可愛い。で大きめのねオーバーサイズなのでパンツはこういう感じでスッキリ合わせていただいた方がバランスよく着ていただけます。はい、次はじゃじゃん、ニット。色展開がねめちゃめちゃ可愛いニットです。3色展開でベージュと、ミントとグレーの3色展開です。でこのねベージュの色もちょっとね柔らかい印象のベージュのカラーでめちゃめちゃおすすめなんですが、ミントもねめちゃめちゃ可愛いから私はミントをちょっと着てみます。じゃじゃん、はい、パンツはおなじみスーパーストレッチ、めちゃめちゃ美脚に見える、はい、連続です。でニットですね、程よいゆったりしたサイズ感のニットになっています。身長ね問わず結構着やすいバランスのニットになっています。そんなにね長めじゃないのでお尻がギリギリ隠れる丈感になっているので、アウトで着てもタックインでも着やすい。チラッチラッチラッ、見えた見えた見えた、はい、ここです。ここがポイントです。ポイントはここの袖口のスリットで、中がリブデザインになっています。ちょっとねレイヤーしているように見えるニットになってます。あとここの素材ね、ふわふわした素材、もう着心地もね肌触りもめちゃめちゃふわふわで見た目も可愛くても完璧です。このね毛束感がまたまた可愛い、淡いカラーがね顔もすごく明るく柔らかい印象で着ていただける。袖口はそんなに太くないので上からバサッとアウターも着やすいサイズ感になっています。で、ね、このニットは着ていくうちにちょっと束感が出てくるようになっているので、そこもねまた楽しみなポイントになってます。はい、皆様11月のルックブックご紹介終わりましたが、いかがだったでしょうか。はい、もういろいろ着回せるアイテムとかね、体型カバーもできるアイテムだったり、細見えするポイントも一緒にご紹介しましたけど、参考にしてもらえたら嬉しいです。11月6日までインスタキャンペーンですねもやっているので、秋冬商品を、インスタグラムでシェアしてくれた方に、こちらのニットをプレゼントしているので、ぜひぜひインスタチェックしてみてください。はい、ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。